昔々岡山の美作のある山の小さな峠に一軒の茶店がありました。店では腰板のおじいさんが無理を強いし、店に出すまんじゅう作りに精を出しておりました。そうして裏山では働き者の孫娘のお里が焚き木拾いに一生懸命でした。よし、これぐらいでええじゃろ。やがて日も昇る頃になると、大きな荷を背負った人たちがひっきりなしに店の前を通ります。おじいさんもお里もお客さんたちに気持ちよく声をかけ合いました。はい、お待ちどうさま。おい、こっちはまだか。はい、ただいま。のう、じいさま、お里坊が働きもんで大助かりじゃのう。ああ、お里がよう働いてくれるんで助かる。やがて日が西の山に傾く頃になりました。さあ、飛脚さんも通ったで、もう店を閉めようかの、お里。はい、おじいさん。いつものように足自慢の飛脚が掛け声も威勢よく走り抜けていくと、もう峠を通る人はいなくなるのでした。お里は峠から見る夕焼けが一番好きでした。峠の夕焼けの中に立っていると、一日の疲れもすっかり抜けていくのでした。お里がうちに入ろうとした時のことです。峠の道を登ってくる者がおりました。今自分どなた様じゃろう。近づいてきた人は、なんと槍を持ったひげもじゃの武者修行のお侍さんではありませんか。これ娘子、お茶とまんじゅうをくれ。はい、お待ちどうさま。かたじけない。なかなかうまかったわい。これ娘子、腹ごなしに一つ自慢の槍さばきでも見せて死んでようかの。はい。それをたたと。お侍さんは自分で言うだけあって、なかなか槍さばきが上手でした。うわー、素晴らしい。ほん。そんなに喜ばれるのでは、もう一度見せて死んでよ。カーッとふふふた。まあ。あら。ところが、お侍が槍の形に夢中になっているうちに、耳がピーンと立ったり、目がギューとつり上がったり、顔がぐーっと三角になったり、そのうち尻尾までぴょんと飛び出してきました。どうしたんじゃ、お里。おじいさん、お侍さんのあの踊り見て。とーっとーっ。今自分客だとは変だ変だと思っていたが、やっぱり狐か。この性悪狐め。おじいさん待って、別段悪さをしているわけじゃないんじゃからね。おじいさんはお里にそう言われて、しばらく狐のおかしな技を見ておりました。
ねえ、ジャーリは技に夢中になって尻尾の出ているのも気づかんでおる。間の抜けたやつじゃ。おいに間抜けな狐さんじゃの。狐は見破られているとも知らず、技を一生懸命二人に見せておりました。お里はおかしくておかしくて、思わず吹き出しそうになるのを抑えるのが大変でした。今日はことのほか満足じゃったわい。あ、暑い暑い、汗をかいたわい。お里、お侍さんに手おけを差し上げなさい。はい、早速。さあさ、お侍様、お疲れ様でした。なんだこりゃ。が、あ、なんだ、キツネになってる。ギャー、わー、恥ずかしい。キツネは水桶をひっくり返して慌てて山の中へ逃げていってしまいました。その夜、お里とおじいさんは今日来た狐のことを思い出しては笑い、思い出しては笑いで、なかなか寝つかれないぐらいでした。そうしてまた峠の朝は早くから始まりました。いつものようにおじいさんはまんじゅう作りの準備にかかり、お里は裏山へ薪を取りに出かけました。さあ、このぐらいでええじゃろ。そうしていつものように薪を背負って帰ろうとすると、お里さんと、どこからかお里を呼ぶ声がします。お里は辺りを見回しましたが、誰もいません。お里さん、お里さん、お里さん。声は林のあちこちから聞こえてきました。はて、誰じゃろう。まだわからんかね、お里さん。ああ、その声はゆんべの。そうじゃそうじゃ、お里さん、ゆんべの狐じゃが、化け損ねた間抜けな狐じゃよ。ゆんべはおかしかったな。お里は狐の笑い声を聞いているうちに、その笑いがあんまり面白いので、自分も一緒になって笑い出してしまいました。お里さん、これでお別れじゃ。どうして行っちゃうの？どうしてお別れなの？わしは化けるのに失敗したからじゃ。お里さんがあんまり槍の芸を喜んでくれたんで、ついつい夢中になってしまってな、化けることを忘れてしまったんじゃ。大失敗じゃった。我々は失敗するとその山には住めないことになっているんじゃ。さよなら。お元気で。
キツネは笑いながらこの山を去って行きました。化けることに失敗したキツネは別の山に住まなければならないのがキツネの仲間の決まりだったそうです。お里とおじいさんはいつまでもこのキツネのことを忘れませんでした。